皆さんは中国という国に対してどういった印象を持たれているでしょうか。長い歴史を持ち、今では大国となった中国。現在日本との関係はあまり良好とは言えませんが、中国の歴史にロマンを感じている人も多いことでしょう。では中国人にとって日本はどういう存在なのか、どういうイメージを持たれているのか、ちょっと気になりませんか？今回は一組の中国人夫婦がそれぞれ日本について感じたエピソードをご紹介します。二人は日本でどのような体験をしたのでしょう。ご覧ください。日本人の優しさに触れた中国人。僕は中国人のイーハン。3年前に結婚し、子供はまだいない。妻とは見合い結婚だが、お互い旅行が好きだということで、初対面の時から意気投合。出会いは見合いだけれど、実質恋愛結婚のようなものだったと思っている。両親には子供を期待されているが、こればかりは成り行きに任せるしかない。僕たち夫婦は仲がいいと思っているから、別に子供がいなくても二人で幸せな人生を送れるだろう。二人とも旅行が好きで、独身時代には国内国外問わず旅行を楽しんできた。結婚してからは以前のようには好きにお金を使うことなんてできないから、今は二人で行き先を決めて旅行を楽しんでいる。そんな僕たちにとってもう一度行きたい旅行先は日本だ。これはお互いの気持ちが一致している。独身時代、それぞれ日本旅行をしたことがあるけれど、日本という国に感動したんだ。そもそも僕は日本に対してさほどいい印象を持っていたわけではない。自国に誇りを持っていたし、日本のような小さな島国を正直見下していた。先進国ではあるけれど、中身は中国に劣ると思っていた。いろいろな国を旅して、外国と中国の違いも分かっている。中国が学ばなければいけないところは山ほどある。でもアジアでは中国がナンバーワンであると信じているんだ。でもマナー的に中国はまだまだ改善の余地があることも事実だ。政府も中国人のマナーの悪さを改善しようと努力している。しかし、すっかり身についてしまった行動を変えていくのはかなり時間がかかるのではないだろうか。独身時代、出張で日本へ行ったことがある。日本人は寡黙な人が多く、あまりいい印象を持っていなかった。寡黙な分、冷たく見えてしまうんだ。とても真面目で、仕事の時間になるとみんなデスクに向かって無言になる。無駄話などしない。ひたすら昼まで仕事に集中している。日本人の勤勉さは有名だけど、この目で見るとそれがただの噂ではなかったことがわかるんだ。それに、ちょっとしたミスも許さない。上司が許さないのではなく、自分自身が許さないんだ。完璧に仕事をこなすのが当たり前。これには正直参ったよ。仕事に対して日本人は細かすぎるんだ。それは素晴らしいことだと思う。でもやりすぎなんじゃないかとも思った。日本の技術が素晴らしいのは、こうした一人一人の心がけから来るものなんだろう。中国も見習わなければいけないが、中国人の気質からは難しいかもしれないね。日本で仕事をしている間、僕はいろいろなところに出かけた。週末には泊まりがけで日本国内の旅行に出かけた。せっかく日本に来ているのだから、滞在中にできるだけ多くの観光地に行ってみたかったんだ。本当は長期休暇があればよかったけれど、日本人は真面目であまり旅行のために休みを申請しない。だから金曜の夜に出発して、日曜の夜に戻れるようなスケジュールを立てていた。職場の同僚に2泊で満足できる観光地を聞いたら、みんな2泊もあればどこに行っても十分だと答えた。日本の交通網は発達しているし、電車や新幹線の到着時間も恐ろしいほど正確だから、何も心配することはないとのこと。そう、日本の交通機関は時間に正確なんだ。1分の狂いもない。これに慣れてしまったら、日本人は外国旅行の時に、
他国の交通機関を嘆くに違いないよ。僕は同僚に勧められた通り、京都や奈良、金沢や鎌倉、いろいろなところに足を運んだ。中でも思い出深いのが北海道だ。北海道は見てみたいスポットがたくさんあった。しかし北海道は広すぎる。一つのホテルを拠点としてしまうと、行ける場所が限られてしまう。だから一泊ずつ二つのホテルを予約したんだ。小樽で一泊、札幌で一泊。北海道では魚が美味しくて、ついつい食べ過ぎてしまったよ。生の魚を恐れずに食べられるのは羨ましい。生産地や生産者が分かる状態で売られていることも安心できるね。店を覗いて回ることに夢中で、僕はホテルまでの帰り道が分からなくなってしまった。スマホで調べようにも、運悪く充電が切れていた。昨夜充電し忘れたのに、店の検索ばかりしていたら、充電がなくなってしまったんだ。見当をつけて歩き回ったが、どうしてもたどり着けない。交番も見つからない。こうなれば誰かに聞くしかない。できるだけ人の良さそうな人に声をかけてみたいけれど、日本人はみんな冷たく見えてしまう。仕方がないので、コンビニから出てきた30代くらいの男性に声をかけてみた。もうすっかり夜になっていたんだけど、男性の手には買ったばかりのお弁当が入った袋があった。きっと仕事帰りでこれから帰ってこの弁当を食べるのだろう。僕は日本語を話すことができないから、英語でホテルまでの道順を尋ねた。彼はあまり英語が得意ではなかったようで、僕の質問を理解するまでも結構時間がかかったよ。それでもどうにか理解しようと、何度ももう一回言ってみてとジェスチャーで伝えてきたんだ。言葉がわからないから他の人に当たってくれと、中国人なら即座に答えるかもしれない。でも日本人は困っている僕を見放したりはしなかった。時間がかかったものの、ようやく意図を理解してくれた彼だったが、残念なことにホテルの場所は知らなかった。そのあたりにはホテルが多く建っていたため、どれだかわからなかったようだ。僕はその時点で彼の持っている弁当が気になって仕方なかった。多分温めてもらってあるだろうけど、もう冷めてしまっているかもしれないとね。お礼を言って立ち去ろうとした僕に彼は待つように言った。見るとスマホでホテルの場所を調べてくれている。弁当が冷めてしまう。彼はここじゃないかと画面を見せてくれた。確かにそのホテルだった。たどたどしいながらも彼は英語でホテルまでの道順を説明してくれた。途中まで説明してくれたところで彼はふと何か考え込み歩き始めたんだ。自分の英語力で伝えきれるのか不安になったらしく、ホテルまで案内するという。さすがにそこまでしてもらうのは申し訳なかったが、彼は笑顔で問題ないよと言ってくれた。日本人は無口でぶっきらぼうに思えていたけれど、困っている人を放っておけないんだ。そういえば会社で僕が何か困ったことになっていると黙って補助してくれる。日本人の優しさは実際に触れてみないと分かりにくいのかもしれないね。10分ほどでホテルに到着すると、彼は安心したように手を振って帰っていった。分からなくても解決策を見つけて相手を助けてくれる。僕もそうありたいと思った出来事だった。じゃあ次は妻の体験を聞いてほしい。私はユーリン。夫が話していた通り、私も旅行が大好き。独身時代は友人といろんな場所へ行ったわ。食べることが大好きだし、化粧品や洋服、アクセサリーを買って帰るのが楽しいもの。私も日本で素敵な体験をしたことがあるの。夫と同じように日本人の優しさに触れた体験よ。私は鎌倉と大阪に友人と行ってきたんだけど、日本はとても清潔だった。それにあんなに人が多いのに想像しくない。みんな忙しそうに足早に歩いていたわ。私と友人は事前に行きたい店をいくつも選んでいたから、日本滞在中は大忙しだったの。まずは鎌倉。
買い物には最高ね。スーツケースを2つ持って行ったけれど、買ったものですぐにその1つがパンパンになってしまったわ。日本の旅館も素敵だった。とても気遣ってくれるし、接客が丁寧なの。日本のおもてなしは旅の疲れを癒してくれる。温泉も最高だったし、私たちは日本が大好きになったわ。鎌倉から大阪へ移動したわけなんだけど、そこで気づいたの。鎌倉の旅館に忘れ物をしてしまった。諦めるか迷ったけれど、とても気に入っているネックレスだったし、どうしても諦めきれるものではなかった。そこそこいいものだったこともあり、旅館の掃除スタッフがすでに持ち去っているかもしれない。そうなってしまえば、一層諦めがつくと思い、鎌倉の旅館に電話して尋ねることにした。電話するとすぐに調べてくれて、確かに部屋にネックレスの置き忘れがあったことを伝えてきた。これで一安心。無事私の手に戻りそう。帰国前にもう一度旅館によって受け取ることにしたの。心配事が解決したおかげで、私たちは大阪で美味しいものをたらふく食べた。大阪の人たちはとても陽気で元気をもらえたわ。日本人はおとなしいのに、大阪の人は社交的な人が多いように感じた。帰国前、東京で買い物をしようと思っていたけれど、その時間を取っていたおかげで、鎌倉に戻ることは問題なかった。旅館に到着すると、中国語を話せるスタッフが対応してくれたの。ありがとうございます。とても大事にしていたものなので助かりました。そう言って私は何度も頭を下げた。するとこのスタッフは、こちらこそわざわざ足を運ばせてしまって申し訳ありませんと言って頭を下げたのよ。悪いのは私。私がうっかりしていてこんなことになっちゃったんだもの。それに旅館はちゃんと私が来るまで保管してくれていたから落ち度なんて何もない。それなのに逆に謝るなんて。この言葉だけ聞くと皮肉に聞こえてしまう。わざとへりくだって私をバカにしているんじゃないかってね。でもそのスタッフは表情を見てもそんな気配はなかった。本当に申し訳なさそうにしているの。その様子を見てわざわざ旅館に手間を取らせてしまったことを心から反省したわ。スタッフの言葉は決して皮肉なんかじゃない。私にはわかる。その場で受け取ったネックレスを身につけると、よかったです、お似合いですよとスタッフが言ってくれた。ありがとうございます。また来ます。そう言って旅館を後にした。日本人はとても親切だし、相手の負担をなくす話し方をする。相手が気持ちよくいられる会話を心がける日本人は素晴らしいと思ったわ。だから今度は夫と一緒にまたあの旅館に泊まろうと思うの。日本旅行の計画を立てなきゃいけないわね。日本が素晴らしいと感じたのはその時の対応だけじゃない。日本旅行中いろいろと感じることが多かったの。まず日本の女性はおしゃれね。私が日本に行ったのは冬だった。とっても寒かったわ。それなのに女性たちはとても短いスカートを履いていたの。高校生なんて太ももを赤くして歩いていた。さすがに風邪をひくんじゃないかと思って、駅のホームで隣に立っていた女性に、そんな格好で寒くないんですかと尋ねたの。すると、寒いですよ。でもおしゃれは我慢なんですと答えた。寒さにも耐えておしゃれを優先するなんて、頭が下がるわ。ホームを見渡すと、若い女性だけじゃなく、おばあさんもちゃんとメイクをしている。日本人はいくつになってもおしゃれを忘れず、身だしなみにも気をつけているようだった。私なんてちょっと出かけるくらいだと家にいた時の格好のまま外へ出てしまう。ちょっと気をつけなければいけないと思ったわ。あとはやはりマナーがいい。駅のホームで電車を待っている人は当たり前のように一列に並んでいる。騒ぐ人もいないし、タバコを吸う人もいない。日本では公共の場でタバコを吸ってはいけないらしい。道理で日本に来てからタバコの吸い殻を見かけないわけだ。そして電車やバスの中では電話をかけてはいけない。
だから電車の中も静かなのね。みんなスマホの画面を見ていたり、イヤホンで音楽を聴いたりしている。他人の迷惑になることはしない。電車やバスには優先席があって、携帯電話の電源さえも切らなければいけないようだった。日本人はとても細かいところにまで配慮を怠らないの。細かいといえばゴミの分別。燃える、燃えないだけじゃない。一般ゴミ、新聞、雑誌、プラスチック、ガラスに分けている。もちろん地域によって異なるようだけど、もっと細かく分けなければいけないところもあるんですって。リサイクルに力を入れているみたいで、日本では子供でもペットボトルの蓋やラベルを剥がしてから捨てているのよ。その辺にポイ捨てする人もいないし、ゴミ箱が近くにない時には持って帰るんですって。真面目な日本人らしいと思ったわね。あと感じたことは、日本人はとても恥ずかしがり屋。自分から積極的に他人と交流しない。知らない人と会話をすることも苦手なんだと思う。その証拠が自動販売機よ。あれなら終始無言で店員と交流することなく買えるんだもの。日本では至るところに自動販売機がある。飲み物だけでなく、食べ物の自動販売機もある。お菓子や麺類の自動販売機には感動したわ。麺類の自動販売機ってどういう状態で出てくるんだろうと思ったけれど、ちゃんと器に入って熱々の状態で出てくるのよ。しかも美味しい。確かにこんなクオリティの高い麺が自動販売機で買えるなら、わざわざお店に行って注文して食べなくてもいいわよ。誰とも接することなく済ませられるなんて気楽でいい。もしかしたら日本人は一人の時間を大事にしているのかもしれないわね。日本は気配りができて親切な国。すぐには無理でも、またいつか日本へ行って夫といろいろな場所を巡りたい。今度は京都がいいかしら。できれば暖かい季節にね。外国人が感激する日本人の気遣い。誰かと話すとき、相手がどう感じるかを考えながら言葉を選びますよね。特に相手が謝罪するであろうことが分かっているときなど、相手の心を軽くする話し方をするでしょう。相手が笑顔になってくれる話し方ってとっても素敵だと思います。また、そのことを常に心がける日本人は改めて素敵だと思いました。旅行先での交流は、些細なことでも心に残ったりするものです。皆さんの思い出の中にも、人との交流で温かい気持ちになったシーンがあるのではないでしょうか。家族旅行や修学旅行、社員旅行に新婚旅行、まだまだたくさんのいい思い出を作っていきたいですね。これから暖かくなると、もっと観光地は賑わっていくことでしょう。旅行先でたくさんの素敵な経験ができるといいですね。また、海外から来る旅行客には、日本の素晴らしさをたくさん知っていただきたいと思います。日本が笑顔で溢れますように。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。